武田信玄の菩提寺、恵林寺の周辺は転垣の里と呼ばれ、柿農園が集中しているところです。ちょうど転垣作りの最中で、恵林寺のすぐそばにある岩波農園で見せていただきました。地元テレビ局が撮影中です。どこのテレビですか？これですか？甲府のテレビ、ね、でこれを星新焼の、を取材をしてますね。はい、そうなんです。今日柿の取材で、あ、うん、そうです。多分僕こういうのを食べたのはね、10年ぶりだね。すごいうまい。もっともよく感もない、ね、熟したやつだよね。熟してるから甘くて、いやいや、食べてる、ね、食べたことありますか？ありません。昔ね。本当ですか？昔、はい。すごい美味しい、下の方はちょっと渋かったけどね。どうしてもね、うんうん、でも美味しそうだ。はい、美味しいです。すごい、種がこんなにいっぱい入ってるんだ。種がすごくいっぱい入ってるんですね。今ここで販売してるんですか？そう、ね、そうなんです、ここで。あ、そう。100円。あ、どうぞお買いになって。じゃあ、あの帰りにもらってこう。6個、6個ちょうだい。6個、ほら、いただきます。大きさはそれぞれね。そうだ、おいしそうだね。収穫した柿を乾燥させてから皮むき作業になります。はじめに柿の肩、ヘタのある方を潰しやすいように、ヘタのサイズ、ヘタの大きさを揃えながら平らに皮を削ります。その後、手作業で皮を剥いていきます。はい、1ヶ月で1万ね。お寺は大丈夫。20日ぐらい吊るし干ししてから平ら干しをします。この時、まんべんなく日が当たるようにコロコロ位置を変えることから転がきと呼ばれるようになったようです。この時期、農家の軒先に吊るされた転がきのすだれは甲州の風物詩になっています。